世界卓球選手権は ITTF 主催で1926年に始まった。卓球の世界最高峰に位置づけられる大会である。通称、世界卓球、世界選手権。国際卓球連盟の主催する、最も権威ある卓球の国際大会であって、第1回大会は1926年に、ロンドンにおいて開催された。途中、第二次世界大戦による1940年から1946年にかけての中断があった。1957年の第24回ストックホルム大会以前は原則毎年開催されていたが、それ以降は2年おきに実施されていた。第45回大会は当初ユーゴスラビアのベオグラードで開催が予定されていたが、内戦が激化したため、急遽個人戦と団体戦を分けて開催することとなった。第46回大会は個人戦、団体戦が同時開催されたが、第47回大会以降は再び個人戦と団体戦が各年で開催されている。最初世界選手権大会においては、ハンガリー勢の実力が圧倒的であったが、1936年第10回プラハ大会頃以降、ハンガリー勢の退場とともに、チェコ、オーストリア、アメリカ選手勢がそれぞれ徐々に台頭を見せた。1952年に行われ、初めてヨーロッパ以外で開催された第19回ボンベイ大会で、初めて日本勢が男女ダブルス、女子団体、男子シングルスの4種目で優勝して、以降、世界の卓球界の勢力は圧倒的にアジア優勢へと傾いた。その後、60年代に中国が台頭したが、文化大革命の影響で1967年、1969年の大会は欠場。日本のピンポン外交努力と周恩来の決断により1971年、3大会ぶりに復帰するまでの日本の一時的復権を挟んで1970年代以降は中国の卓球全盛時代となった。特に女子においては、中国の覇権は一貫して絶対的なものに近い。男子卓球においては、1980年代末以降のスウェーデンの台頭が引き金となったヨーロッパ勢の黄金時代があり、中国男子は一時期、団体で表彰台にも上がれぬほど低迷した。しかし90年代半ばには再び王座に返り咲き、その後しばらくは、中国とスウェーデンを筆頭にしたヨーロッパとの拮抗は続いたものの、2000年代中盤以降は男子においても中国の完全な一強状態であり、中国が全種目優勝を独占することが多い。中国以外ではドイツ、日本、韓国、香港などが現在の実力国として挙げられる。地上波では個人戦は2005年大会から、団体戦は2006年からテレビ東京系。BS 放送では、団体戦は J スポーツで中継。なお、2001年の大阪大会では、自国開催のため NHK でシニアに、録画放送された。BS ジャパンでも2009年大会を放送。2011、2014年大会はハイライトのみの放送。2016年は、男子の試合を中心に放送した。2017年大会は当初ハイライトのみの放送だったが、6月3日から6月5日までは地上波の同時放送を行った。2017年大会は同時期開催と重なる全仏オープンテニスと一緒にテレビ東京ではテレビ東京スポーツ祭りの一環として5月28日より連日放送することになっている。YouTube 内に開設したテレビ東京卓球チャンネルでも地上波放送の時間外に行われる試合を実況付きで配信する場合がある。2017年大会ではテレビ放送と同時にテレビ東京ホームページ上でも配信された。2018年はパラビで日本戦全試合と決勝をライブ配信を有料で行った。ありがとうございます。